うん、呼んだ？上がらなくなった。もともと上がらないですけど。上がらなくなった。だからこれここで上がらないっていうことは、肩じゃないですよね。こっちでしょ多分。局上筋なんだよ。局上筋。要は90度までは局上筋の問題で影響して、ここからさらにこっちでギュッて引っ張る。だから解剖学的な問題とかもこうやって臨床にちゃんと織り込みながら、どこの範囲で運動学だから、結局今のってどの範囲でこう引っかかってるかっていうのも、筋肉で大体こう動きの中でどこかっていうのは想定されるんで、あなたも結構あるんですよね。もちろんもちろん、そもそもそれ自体のやりすぎ、そうですね。あとこの中に入ってくるんで、こう開かないとか、どの感じで使うかっていうことが大切になる。こう上がるけどこう上がらないと、こう上がってる以上は肩じゃないでしょ、上がってるから。ということはこうなった時にテンションかかる筋肉が影響してるわけだから、そしたらこっちだよねっていう。だからそう、だから一概に肩が上がらないって言ってもいろんな可能性があるんで、肩なのか三角筋なのか腕かもしれないし、だから上がりきらないっていうのは腕だから結局足から切ってるかもしれないですね。それもあり得る、反射として。ただ反射の場合はカチッと止まるよりは少しこう渋い感じになる。なるほど。第2の反射だからどっちかというと渋さの方が目立つ。カッツリ止まるのは第1の方なんで、自律神経系のものだから、うん、ちょっと動くちょっと遊びあるけどみたいな、カコンって止まるのは違う。なんか上がるけどなんか、そういうのが、反射の可能性がある。聞いてないこれ、ほんまに調査がどこ残ってた。どうされた。だいぶいろいろやってももうこれ以上いかないですよ。だいぶ昔から。これで動くんで、これでもう一回上げてみてもらっていいですか。これ離すと上がりづらくなる。肩じゃない。だからこの辺だから、ここはだから広背筋の可能性がある。すごいね。ここのままで、ぐすっと刺して、上げてみてもらって、ぐすっと刺して、あげて、あとはこっちの、この時に問題起こってるから、ここの問題も起こってますね。これでテンション、ここが伸びないから、ここまではね、動き見てるとここまではスムーズに上がるようになってる。でこっからこうなってるでしょ。ってことは腕かこっちの方で引っかかってるから。まあこれ上がるじゃないですか。これは次の段階でまた停止部分とかやってって、これで引っかかると。今ここで上げてみてください。引っかかるところで上がりやすくなってきてる。そうすると確認で上げてから。これで右向いて。まず完全に寸断させないと。三頭筋。でこれで上げてみてもらっていいですか。まあ上がりやすくなってます。後輩筋の三頭筋上位。
うん、で上げてみてもらう。相当解剖嫌な感じで、ね、上げてみたらいいですか。これぐらいですか。これで筋繊維あるじゃないですか。あとまあ下からもまだ引っ張られてるケースはありますけど。あでも変な。と先生なんかちょっとこう ぼやけた感じ。同じ面なんですけど、こうじゃなくて、こうじゃなくて、こうじゃなくて、これに対してどんってやったら、真っ二つにできるじゃないですか。これじゃなくて、そのドンといって、上げてみて、足からよく喋んな。いや座って座って。ケース、セミナーやってるだけあってケースだったら声ちょっと上がってる。これでも教えてるよね。あ、そうね。かけで。ケースだったら声で上がってるわ。思ってましたよ。はい、ちょっとってありますよね。一回座ってみてですか。肩の場合はだからこれ完全に運動学ですけど、まあ、ここまでの筋肉ってどこを動かします？極上筋とかの影響するわけですよね、うん、こっちで引き上げてるからだからこの範囲内でおかしかったらこっちの方を見ていってこっから動くときは三角筋ね。で上がりきってここからさらにいかないって言ったらこれ腕とかあとは広背筋がちょっと丸めてみますか。こう丸い状態だとここから前に行きます。これ距離が短いんで伸びないんでこっちが伸びないからだからそれを補正するために前でこう回転させるんでね。で距離を稼ぐんで、ね、ここのこっち伸びないからとかね。だから単純なその解剖学なんですけど臨床的にこう使うと分かるわけですよ。だいたいここで痛いって言ったらそのここっていうところがキーになってるんでそれは解剖学的運動学的にどこの筋肉に対しての負荷がかかった時なのかっていうのを見てでそれを参考に探っていくと当たりやすいですね。でそれを踏まえつつもう一回肩周りをちょっとチェックしてみましょう。